マンフェは、カメルーン南西州、マンユ地域の首都、クロスリバーの水源近く、ナイジェリアとの国境をなす、マンユ川から31マイルに位置する。ギニア湾からは100マイル北にあたる。人口3万1641人。伝統宗教及びそれに基づく、伝統医学の中心として知られる。この辺りの家の前には、コンクリート製の人の形などをしたモニュメントがある。 京都大学の学者らはこれを、はからしいと報告している。市内のインフラが整備されてないことでも知られていたが、近年になって道路は舗装され、良好な状態となった。鈴鹿八大ライダーの山田達也の証言によると、2011年3月の時点でマンフェに出入りする道路が舗装されていなかったが、現在では舗装されている。国立病院、空港あり、空港は、 現在定期便は就航していない。郵便局あり。ここから電報が打て、電話もかけられる。1962年、平和部隊がこの国に派遣されて、以来、マンフェ地域に駐留している。マンフという名称はニャンゴに由来する。ドイツ人が初めてクロスリバー流域のこの地に来た時、イーグベコリバーの川床で砂を運んでいた、現地人に挨拶し、ここがどこか質問した。 バニャング族の男は理解できず、彼の方言でマンフィーファーと言った。ドイツ人たちはこれをマンフと聞き取り、この地をマンフェと呼ぶことにした。この町の開拓者たちと先住民たちがイングベコ村、スモールマンフェ村を含むいくつかの小さな村を建設した。住民はマンフェ諸語の一つ、ニャン語を母語として使う。公用語としての英語も、ピジン言語や、 イオウムなどの方言と共に使う。ナイジェリア人の比率が高いことでも注目に値する。長い間大学はなかったが、ブレスド・ジョンエキサイマイナーセミナリーの設立が認可されている。開校はまだ。カメルーン初の女子ボーリングスクールとして、ザクイーン・オブ・ザ・ホーリー・ロザリー・カレッジがある。教員養成所が一カ所、職業訓練校が数カ所ある。 熱帯モンスーン気候に分類される。マンフェボン地と呼ばれる低地、しかも過酷にあるため、湿度が90%を超えることがある。寒気は10から11月から3月までで、気温が高いことが特徴である。雨季は3から4月から始まり、9から10月に終わる。年平均降水量は3500から4000ミリで、月降水量のピークは7月と8月に集中している。 油やし、バナナ、ココア、コーヒー、キニーネ、ケンボクが取引される。ガソリンはスタンドではなく露店で大きなガラスの瓶に入った状態で売っている。旅行者にとって快適な気候とは言えないが、小規模ながら観光産業が存在する。見どころはドイツ時代に作られた古い橋、マンフクロス、マンフェ川、マンフェ大聖堂。ホテルは 数が多いとは言えないが、それでも西洋からの観光客を受け入れ可能である。ありがとうございます。